夢日記ドリームダイアリー、続きからプレイしていきましょう。前回はまあ傘のエフェクトを手に入れたいですとか、まあバグの修正があり進めるようになったというところからですね。で、未だ進めていないところがあって、ここまで行けてないんですよね。もしかしたら新しく手に入れた傘のエフェクトが使えるんじゃないかなと思っていて、二段ジャンプで飛び越えるとかね。これもうあるだけで全然違うよね。ジャンプ力が。なんか、泣いてるんだよね、この子ね。こうやって、全然そういうことじゃなかったな。じゃあ、雨を降らせてみるとか。あ、雨入ろうって。これでよかったみたいだね。なんか光ってるね。分厚いドアだな学校。音は軽いけど。これは写真のかけら。さっきのこの写真かな。怖いな。普通にホラーゲームしてるの怖いな。おお。バルブ?あ、教科書が必要だって。教えてくれるんだね。この辺とかは何もない?この子は何なんだろう?別の世界にもいたけど。教科書ね。あいにく今持ち合わせがなくて。学校なら拾えるかな?この辺とか。ここは何なんだろう?傘、雨漏りしてるよーって。別に何があるわけでもないかな。まあ進んでいってみようか。もしかしたら後にね、なんかここは開かない、何か出てくるのかもしれないし。2階か。ギター、外に置いとくなよ。まあ廊下だけどさ。バイオリンだね。音楽し、びっくりした。何?え?あ、トライアングルが必要だよって。教科書とトライアングルか。今まで見逃してる可能性もあるからね。あ、教科書っぽい。なんか見たことある気が。あれ?もう出なくなっちゃった。向こうになんかあったよね。あ、これ教科書かな?本。別にあれ教科書ってことじゃないんだ。本なら何でもいいんだ。とりあえずちょっと進んで。ん?あるよね、上。上になんかあるんだけど。あれちょっと取れないな。もしかしたら、降りた先になんか、降りた先というか、あいつがなんかくれるのかもしれないから、一回渡してみようか、本。どこだっけ?ここだっけ?持ってきたよ。どうぞ。ん?何くれた?筆?筆?筆なんかどこで使うんだよ。まあ、ここかなっていうのはあるかな、そのうちね。筆か。なんだろうね。多分、欲する人が出てくんのかな。先進まないでよかったね。あの上のさ、これが気になるんだけどさ、取れないの?あ、まだ上がある?なにこれ?見るって書いてある。目って書いてある。書道か。あ、ここじゃない?筆。筆はいらんかね。どうぞ。これ。これ欲しくない?欲しいよね。なんかあれなんだな。物々交換じゃなくて、なんだろう。あ、トライアングルだ。下か。わらしべみたいなことをしていくんだね、ここ。あ、違う。こっちだ。
トライアングル渡したら何くれるんだろう。今これがなくて困ってるみたいなものは今んとこはないんだけど、うん、どこだっけ、こっか、こっちか。トライアングル持ってきたよ。君叩けんのかい。おお、喜んでる、かわいい。写真のかけら、写真のかけらか、見れたりする。さっき渡されたのと角度が全然違うんだけど、角度っていうか実写かな、実写っぽく見えるよね。そんだけリアルなのかもしれないけど、こっちか。先進んでもいいのかな。あの上のやつが気になるんだけど、ここは入った、押して、こことか。ああ、なんかてか乗り越えられんだ普通に。なんだ、押さなくていいんじゃん。あ、なんかある。これは設定資料が見られるようになりました。あ、まだある、写真のかけら。あと一辺かな、多分4つだよね。4等分ぐらいになってる感じに見えるんだけど。うっ、だま、あ、足りねえ、足りねえわ。多分あの上のやつだろうけど、これさ持っていけないかな、こっちに。これに乗ればさ多分届くと思うんだね。でも階段これ落とすの、さすがにな、違うかな。あ、落としてるわ。よし、オッケーオッケー。はい、写真のかけら揃ったね。この子、この子っていうかさっきの子にとってなんか大切な記憶なのかもしれないね、写真っていうのが。で、あそこの鍵かかったとことか入り、おお、え、あ、ああ、こうやって俺がやらないといけないのか。こうだよね、こうで、こう、ちょっと待って、あれ、なんかライフイズストレンジっぽいな。写真か、写真はねあんまり撮らないからね私自身。なんで泣いてんだろうね。これで泣き止ませてやれたらいいんだけど。どういう写真なんだろうこれ、どういう、あ、写真の持ち方よ。友達になろうって。ん？屋上か、なんかすごいペタペタしてんな。え、ベッド、ここで寝る。夢の中で寝るの夢日記にとってあんまりいいことがないよね。ん？こっちか。え？あ、こうだよね。こっち？全然下が見えないんだけど。あ、ここから入れるね。入れない。あれ？あれ？違う？違うのかな？これもしかしてあれか？おお！飛んだ飛んだ。こっち？
え、ここさっき来た、あれ違う、バルブ、ああ持ってる持ってる。え、何これ、スライム、おお、そういう使い方する。いいのかな。スライムさん的にあれは良しとしての行動なんだろうか。まあいいか、積んでみよう。おお、あ、行けないこともない。あ、でも上ちょっといけない感じだった気がするよ。ここは入れる。ん？何これ。ああ、これ出口か。入ってすぐ出ちゃった。ん？これはあれじゃない？こうか。トイレの鍵。3階トイレ。トイレの鍵？あれか。なんか、元の学校の方で見たやつ？ん？レバー。レバーか。ん？これこっち行けない？こっち？これは？これをやると、上が開く。開けとかないといけない？ああ、これあれなんだ。別に、こっちが開いたらこっちがダメだよ、みたいな、そういうやつではないんだね。よかった。安心したよ。そういう謎解きは苦手でね。ま？どこが開いた？ここ？上か。下に来れますよってこと？ん？もしかして、なんか、逃げ逃げに入ってくる？ここは？開かない。ん？どうした？さっきの子だね。ちょっと追いかけてみようか。なんかゾンビ映画で。これは、なんだろうね。なんかこっち見てる気がするけど。ここには何もない。ん？あ、これか。レバーで動かす。すると、ああ、これでいけるようになったのか。もうレバーは使わない？どうやら私は死んだらしい。そうか、そういうのもあるのか。ここか。入って、こっち来て。暗いね、しかし。ここかい？あ、登れる。登った？登った。なにこれ？これは？ん？これをどうすればいいんだ？こっちかな？ここか？あれ？あら、違う？もうちょっと押してみようか。あれ？これ以上押せない？ここが開くでしょ？で、これ以上押せないからここじゃないの？あら？これ間違えたんじゃないかな。多分ここに登るのは合ってると思うんだけど、一つじゃダメなんじゃない、サイコロ。だから、そうだね、一旦出るか。出て戻ってんのかな。それがちょっと心配なんだけど。落ちてますか。とりあえずこれは開けとくでしょ。
で戻ってる。でとりあえず一つじゃダメだったんだ、さっきね。だからこいつをあれこ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 の上とかいける？あ、いける。あえ、あーはいはい、わかったわかった。ちょっと待って待って、この上にもあるんだ。あれを使うんじゃなくて、とりあえずこれをまず落とすでしょ。でその上にこいつを落とす。こっち見てんのやめてほしいな。これでこれが2つ重なったから、ちょバランスがすごーく悪いんだけど大丈夫かな。こうでしょ、こうで登ってこうだ。おお、いったいった。なるほどね、ちゃんと周りも見ないといけないね。さっきこっち見ていい？ない、何も。あ、なんかあった？何もない。進んでみよう。ん、これどこに出たんだ？これは？あ、ショートカットか。ありがたい。じゃあ進んでいってみよう。ここは？何がある？怖いな。学校の様相を、あ傘があればもう死なないなってちょっと思い始めてた自分がいたんだけどね。こっちとかは何もない？ないね。とりあえず右行ってみようか。右ももしかしたら何もないかもしれないけど、いや、あるよね。ここにあるもんね。で飛んで、はいよ、オッケーオッケー、いいよ。登って、これは？てか今回あれなんだね。あ、普通に明かりだ。まなつきちゃん、エフェクトをさ頭にしないんだね。頭にしないっていうか、っていうかって感じだけど、こっちあるね。前は結構あれじゃない、全部と言っていいほど頭にそのエフェクトを装備し、危ない危ない、装備して探索したり、まあ服とか猫耳とかね、そういうのは着たりとかね、つけたりとかする感じだったけど、猫耳っていうか猫か。ん？どこ？これ？ちょっと待って、先これあれなしで全然違うな。拾って、うん、いい子。設定資料か、最後の方にまとめて見れるといいんだけどね。これ押すとどうなる？どこにどう落ちたのかが全然皆目見当もつかないよ。これどうなんだろう、ここ降りて大丈夫？ここは？ここなんだ。あ、さっきのとこか。オッケーオッケー。なんか異次元的に繋がっ、ん？どういうこと？これあれか、ショートカット用ってこと？違うか。てかとりあえずこっちちょっと見て、何もないんだここは。ってことはこれこっちに戻すでいいんだよね多分。何に使うかは全然分かってないんだけど多分こっちに押せば大丈夫かな。ん？これでどうすればいいんだい？これここかい？え？え？いいのかな？
間違ってる気がしてならないんだけど。扉に入って戻ってきてもこれがここにあるってことは、あれかな、さっきスライムが下に落ちていったじゃないですか。それをあれで防いだんじゃないかな。あ、違う違う違う、もうちょっと飛んで、もうちょっと飛んで、 OK、 いいよ、はい、ありがとう。で、これを回す。すごいね、従順にね押されてくれるもんね。すげえ嫌そうだけど。ほらほらほら、あ、バリケードを壊すんだこれで。オッケーオッケー。あ、普通にあれなんだ、いらないんだ傘とか。で、こっちまで来て、ここにバリケードがあ、ここか、ここにあって、で、飛び越えてきたと。さっきの女の子はどこに行ったんだろう。これ1階の入り口か。あ、ああ全然遠い。え、なにこれ、ファスナー、チャック、え開ける音じゃなくない？ここか？なんか見覚えがある気がしないでもないんだけどね、この光景、この階段の感じとかね。なんだっけ、なんかいるんじゃない？あれか、赤のなんちゃらみたいな、なんか猫みたいな絵が出てくるとかじゃなかった？お、キュッキュくん。あ、こんにちは。窓付きは、なんで？窓付きとあの女の子にどういう関係があるんだろう。はい、じゃあ一旦切りたいと思います。それではご視聴いただきありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。